フィエステリア、フィエステリアは、従属栄養性のウズベンモーモで、葉緑体を持たない、単細胞生物である。アメリカのノースカロライナ州で発見された、この藻類は揮発性の神経毒を産生すると言われ、かつてはファントームとも称されて、近隣の住民に恐れられた。藻類として、バイオハザードのレベル3に指定されている数少ない、生物である。しかしながら、 フィエステリアの毒性や、その他の特徴に関しては、論争があり、今なお議論が続いている。俗名の、ファイステリアは、この生物の研究の黎明期に、多大な貢献をした、ローズ・アン・ファイスター博士、1936-1992に懸命して命名されたものである。ファイステリア俗のタイプ種である、ファイステリア・ピシスイダの種称名、ピシスイダは、ラテン語で、 ピスキス魚サイドコロスを意味する。ユードクーズ弁護物フィエステリアは1992年に初めて報告され、ついで1996年、ドイツ人の研究者である、ステーリンガー博士、K.A.S. タイディンガーと、バークホルダー博士、J.M. バークホルダーにより、ファイステリアピシスツイダとして、正式に記載された、バークホルダーへある19、1992。 スタイディンガーエアール1996この魚殺しのフィエステリアはノースカロライナの川口域における魚や魚介類の病気の最たる原因の一つとなっていた1980年代から1990年代にかけてはノースカロライナ州の沿岸部及びチェサピーク湾、メリーランド州、バージニア州、ペンシルベニア州で大規模なブルームを形成し 魚の兵種をもたらした。ピーピシスイダ及びその他の有毒なフィエステリアは、メキシコアンなどの大西洋中緯度地域で確認されている。ピーピシスイダは1988年、ノースカロライナ州立大学のイケスの中で見つかり、その4年後に報告された。この水槽には研究のために、世界中から魚が集められており、したがって、当初は、 フィエステリアの出所は定かではなかった。バークホルダーと、その共同研究者らは、水槽の魚を攻撃し殺すフィエステリアの生活感を明らかにすべく研究を始めた。バークホルダーらは魚への影響を解明するために、魚類の病理学者であるエドワード・ジェイ・ノガおよびスティーブン、a スミスどもに調査を行った。また、ウズベン・モウモの系統分類の専門家として、ステリンガーも加わった。 彼らは、フィエステリアを、ウズベンモウモの新しいトガに属すると結論付け、さらに新名である、ダイナミベイルズを提唱した。俗名は、ロース・ファイスター博士にちなんで名付けられた、名前の項を参照。ピーピシスイダは魚などの外生寄生虫として付着し、これらの体表面から捕食を行って生活している、生活感を参照。ピーピシスイダの行動は、 水温や溶存酸素量の影響を受けると言われている。他にもいくつかの要因が関与しているとされる。ピーピシ水ダは古くからノースカロライナの地に存在しており、水質汚染のない環境では、魚以外の生物、藻類やバクテリアなどの微細な生き物を捕食して生活してきたと考えられている。しかし、研究室での実験や現地調査の結果、水域の不栄養化が、 ピーピシスイダの凶暴化を流したことが明らかとなった。この不栄養化は、ノースカロライナの上流域における養豚が一因で、あると考えられている。ファイステリアピシスイダの生活観をめぐっては二つの学説がある。一つは、バークホルダーの提唱した複雑極まりないものであり、ウズベンモーモとしては、ケウナアメーバ賞を含む二十四以上のステージを変するという説である、口実。 対して、リトカーラの論文、リトカエアル2002によれば、ピーピシスイダは、極めてシンプルで、典型的なウズベンモーモの生活感をとるという。リトカーラは、特にアメエバ症に対して、厳密な遺伝学的検証、RNA プローブを用いた、ハイブリタイゼーションを行っており、これを魚により持ち込まれた、コンタミネーション、つまりは、ピーピシスイダとは全く別の生物であると、 結論付けている。バークホルダーが行った最初の記載によれば、ピーピシスイダの生活感には魚に対して有毒なアメーバ症が含まれる。このアメーバ型細胞は様々な形状に変形し、最長で長軸方向に450マイクロメートルも伸びる。これに対して不活発な休眠細胞、シストは直径7から60マイクロメートルに収まる。このような 様々な形態をなして、ピーピシスイダはノースカロライナ河口の定例に潜んでいるという。シストダイの時には、ピーピシスイダは硫酸にもある程度耐えるなど、化学薬品に対する耐性をも備えると言われている。アメーバ体の細胞は水中にも泥中にも見られ、バクテリア、藻類、水中の小さな生物、時には魚の血球を餌として生活している。 通常の渦弁ウ藻のような日本弁毛細胞の時にも魚に襲いかかることが告げされており、この場合はペガンクルと呼ばれるストローのような器官を魚の表皮に突き刺し、そこから血球を吸収する。生活管の他のステージでは、ピーピシスイダは通常の藻類のように振る舞うこともある。ピーピシスイダは葉緑体を持った他の藻類を細胞内に取り込み、 これを、あたかも自分の葉緑体であるかのように利用して、光合成を行う、クプトクロロプラスと、つまりは、光と二酸化炭素とを使った独立栄養生活を営むのである。ピーピシスイダは、多くの時間を無害なシスト体で過ごす。魚や、その他の動物が近づいてくると、水中に溶出する、それらの微妙な分泌物を察知し、シストからアメーバや、 鞭毛虫へと変貌する。獲物に接近した細胞は毒素を放出し、動きを鈍らせる。こうすることで、ピーピシスイダは獲物が射程圏外へ逃げることを防ぐのである。同時に、毒素は魚の皮膚を侵し、浸透圧のバランスを崩壊させて、流血を促す。その後、ピーピシスイダは、魚の傷口にペダイクルを差し入れ、血球やその他の物質を吸収する。 魚が死ぬと、弁護細胞は、アメーバ体へ変化し、事故の細胞表面を、シスト壁で覆う。こうすることで、ピーピシスイダは、魚の残骸上で安定な生活を営むのである。洪水などの格乱によって、この安定状態が乱されると、細胞は完全なシストとなり、低泥中に渦漏れたり、器物に接着したりして、休眠する。そして再び獲物の接近を待つのである。 これら一連の形態変化は数時間のうちに行われるという。もう一種のフィエステリア、ファエステリアシュンウェイは、バージニア州のヨークガー支流である、タスキナス川、タスキーナズクリークで発見されたフィエステリアである。HB グラスゴートバークホルダーによって報告された後に、本種はスドプフィステリアシュンウェイとして別属に移されている。P シュンウェイの名は、 有毒物雑誌の創始者であるサンドライ・シュンウェイに懸命されたものである。P ・シュンウェイも P ・ピシ・スイダ同様、クレプトクロロプラストによる混合栄養様式を取ることが知られている。P ・ピシ・スイダと本種とは、ウズベンモウモの細胞外皮構造であるヨロイタの配列が異なること、および 18S な系統解析の結果を根拠として分けられている。P ・シュンウェイも、 本質的には危険であると考えられているが、その毒性に関しては不明である。2002年に、ネイチャー氏に発表された論文によれば、P. 春イは、外毒素の分泌ではなく、捕食によって魚を殺すとされている。したがって、本種が及ぼす人体への危険性は誇張されたもので、ある可能性もある。口述。P. 春イの生活感も、p ピ p ピイダと同様に弁護中期。 アメエーバキ、シストキを含む複雑なものである。P シュノウイの生活感も獲物の接近や水質の影響を受けるが、本種は P ピ,ピシスイダよりも水中の窒素化合物濃度に敏感であり、逆にリン酸化合物に対しては鈍感であるという。フィエステリアが毒素を産生すると水中に拡散するとともにエアロゾルとして基礎に放出される。 人の皮膚に対する害は主にこのエアロゾルによる。また、フィエステリアが生息する水に直接触れた場合や、被害を受けた魚を経由して、病害を被る場合もある。しかしながら、フィエステリア自体は人への感染性を持たず、害はもっぱら毒素によるものである。フィエステリアの毒素は、腸の不調、皮膚や目の痛みや可能性炎症を引き起こし、時に、頭痛や、吐き気、 短期の記憶障害までも伴う。病害の程度や持続期間はフィエステリア及びその水に暴露されていた頻度や時間と相関がある。これらの病状は回復までに長期を要し、完全に病状が収まるまでには最低でも6ヶ月かかるという。研究は進んでいるものの、毒素に対する有効な治療法は未だ発見されていない。今のところ、 これら害を避ける方法としては、フィエステリアの生息する区域に近づかないことが推奨されているのみある。フィエステリアの研究に携わっていた13人の研究者らが、その培養の水やエアロゾルとの接触を通して、健康に害をきたしたことが報告されている。彼らはおよそ5から6週間の間、有毒なフィエステリアの培養に一日あたり1から2時間、ごく標準的な条件で接していた。 その結果、研究者たちの間に、目のせ化及び、視界の不鮮明化、ひどい頭痛、喘息に似た、呼吸困難、腎臓や肝臓の機能不全、重大な記憶障害及び認知障害、眠気、倦怠感、水に直接触れた部分の局所的な外傷などに見舞われたという。最終的には、文字の読解不能や人名、電話番号の喪失などに陥り、ごく簡単な作業も、 水行困難になってしまったことが報告されている。2002年、マイアミ大学のジョンベリーとロバート・ゴーリー、及び、バージニア州の研究所に勤めるボルフガム、ボンゲルバインは、P ・シュンウェイの毒性を確認すべく以下のような実験を行った。彼らは、P ・シュンウェイを含む培養液を遠心分離にかけて、細胞と水等を分離し、その水を魚のいる水槽に添加した。その結果、 P. シュンウェイの培養液全体を加えた水槽の魚は死滅したが、遠心分離した水のみを加えた魚は健常を維持した。つまり、P. シュンウェイが住んでいた水には毒素は放出されておらず、したがって本種は毒素を産生できない可能性が示唆された。また、半頭膜で仕切った同じ水槽に魚と P. シュンウェイを入れても、魚は元気なままであった。これらの結果から、 P. シュンウェイの魚毒性は毒素の放出ではなく細胞の直接攻撃によるものであると結論付けられた。さらにゲノム解析の結果 P. シュンウェイからは毒素の酸性に必要な一連の酵素群をードする配列が見つからなかったと報告されている。これらの報告に対しバークホルダーらのグループはボーゲルバインらの研究は単に汚染されていない環境を従って フィエステリアガムガイナシスト体であるの研究を行ったに過ぎないと反論している。ピーピシスイダの記載よりおよそ10年の時を経て、2007年、米国海洋大気庁、ナショナルオシニックアトマスフェリック、アドミニストレーションノアに在籍する、ピーター・モーラーらのグループが、ピーピシスイダの毒素を管理して同定することに成功した。この毒は、 分子内に金属を範囲させており、ラジカルを形成して作用すると報告されている。ノースカロライナ州立大学附属機関の科、ザ先端 Center f o ア a ア p l i e d a q u a は、今も妊婦プロジェクト、ネウセエスチャリーモニタリングプロジェクトとして、排水の研究や水質のチェックを行っている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。